はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、おともにシリーズ01パオンマルです。はい、追加のおともにの第1弾ですね。一発目から忍者と全然関係ない象がモチーフになってます。外箱はこのようになってて、パオンマル単体で動物状態と人型とおともに手裏剣の3タイプで遊べます。もちろん手裏剣人とも合体しますから、ギミック満載ですね。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、パオンマルの本体パーツが4つと手裏剣パーツが2つ。まずはおともに手裏剣のコアとブレード。ブレードはちょっと変わった形ですけど、いつもの軟質パーツで一部塗装になってます。コアの全体はこのようになってて、形はいつも通りで手裏剣人パオンの顔ヒンジで動きます。後ろは草原ですね。そして象、背面のボタンを押すと3つの音声が流れます。1つ目、2つ目、3つ目、LED の発光はなしです。ブレードを装着しても装着音はなくって、この状態でボタンを押しても音声は一緒。そしてパオンマルの本体パーツ、グリーンの成型色をベースに一部塗装が入ってて、特に顔部分は綺麗ですね。ではおともに手裏剣を使って動物状態にしていきます。変形はすごく簡単で、まずおともに手裏剣の顔を上げて、ここのジョイントに象の顔をはめます。そして耳を下げます。人型のボディーパーツをお座り状態にして顔を収納、手裏剣の後ろ側にセット、さらに後ろのジョイントを使って後ろ足をセット、グレーのパーツが内側です。完成、パオンマルです。はい、かなりお手軽に動物状態に変形しました。そして案外象のプロポーションもすごく良くって、後ろから見ても横から見ても全然無理がないんですよね。はい、全体はこうで、正面、上側、下側、象の顔も可愛いですね。他のおともりんと比べるとサイズはこれくらいですから、ちょうどいいボリュームですね。次は人型に変形させましょう。ではおともに変形。まず顔のパーツを取って手裏剣を外します。後ろ足も取って体をまっすぐに、で正面に象のパーツを付け直して顔を出します。外した後ろ足は背面のジョイントに後ろからセットして両方とも付けます。完成、パオンマル人型状態です。はい、ちょっとした付け替えでちゃんと人型に変形しましたね。はい、全体はこのようになってて、後ろに結構重心があるんですけど、足がしっかりしてますからすごく自立は安定してます。ぐるっと見回すとこんな感じ。両肩にバルカンがついててだいぶ凶暴になってますね。全長サイズは忍び丸とちょうど一緒です。ただ可動に関してはほとんど動かなくって、両手はあるんですけど顔パーツと腕が一体化してますから、ここは動きませんし、腰可動とか顔の可動もないですね。下半身は変形の関係で少しは動きますけど、ちょっとポーズは取れないですね。直立ポーズが基本です。では次は手裏剣人と合体、手裏剣パオン合体。まずは手裏剣人の武装パーツを両方とも外して、顔と忍び丸を外します。右腕も外して後ろ側のこのジョイントにはめ替えます。忍び丸は腕の状態に変形して右腕にセット、これで合体準備状態は OK です。で次はパオン丸の肩のパーツを外してお座り状態に変形、耳を前にしてこのジョイントを使っておみこし部分にセット、外したパーツは爪を引っ掛けてパーツを出すと持ち手が出てきますので、両方ともひっくり返してグレーが内側になるように両手に持たせます。おともに手裏剣の顔を展開して上からセット、完成、手裏剣人パオンです。はい、アジアンテイストなサウンドとともに合体が完了しました。これめちゃくちゃいいですね。もう手裏剣人と別物ですよ。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってて、ちゃんと外した右腕は
後ろに収納されてますし、このグリーンカラーがすごく目立ちますね。フロント部分ががっつりパオマルですし、パオマルアックスもかなりインパクトありますね。で、顔もヒゲっぽい造形が入ってて、だいぶダンディですね。はい、近づいてみると、こんな感じ。上半身の変わりようが本当にすごいです。普段の手裏剣陣がこういう感じですから、手裏剣陣パオン本当変わりましたね。そして合体状態で、もう一回ボタンを押すと、はい、同じ音声がもう一度鳴ります。パオマルアックスは、ちゃんと斧の形になってますけど、特にギミックはありませんから、持たせて終わりですね。ただ、変形の関係で、ちょっとは角度がつきます。これでいつも通り、ポーズを取らせれば、手裏剣陣特有のダイナミックなポーズも決まります。二刀流がまた映えますね。では、お供人に戻しましょう。顔を外して、武器パーツと本体も取って、手裏剣を取り付けて、顔と後ろ足をセットして、パーツを元に戻します。はい、これで、パオマルに戻りました。変形合体は本当にお手軽です。では、忍者一番とトレンド。はい、トリガーを押すごとに3パターンの音声が流れます。はい、ということでお供人シリーズ01パオマルを紹介しました。単体の造形もなかなか可愛いですし、人型変形とか忍者一番との連動とか結構いろいろ遊べますね。しかも手裏剣陣との合体はガラリと印象が変わりますので、すごくいい合体でしたね。これは今後出るお供人シリーズもめちゃくちゃ楽しみです。以上、手裏剣戦隊忍忍者お供人シリーズ01パオマルの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。